がややこしすぎるので前々回の話からしますね。前々回ですね、この世界にはですねセフィロトというところがあるんですけれども、その液状化を止めようという話でしたね。栗本の液状化を止めて栗本に外国大地を下ろしたいという話なんですよ。でも液状化してると外の土地下ろしても沈んじゃうから、この液状化を止めないという話だったんですね。この液状化の原因は何かというと、オールドランドの核が震えていると、これが液状化を引き起こしている。これを止めるにはどうすればいいのかってなった時に、禁書に書かれている音機関が必要って言われたんですね。この音機関っていうのはこの近くの振動数を調べなきゃいけない。どれぐらいの頻度で震えてるのかっていうのを調べましょうっていう話で、じゃあどうやって調べるのってなった時に、セフィロトツリーという外郭大地を支えている柱があるんですけれども、この中にこうオレって機関を突っ込んで振動数を測りましょうってなったんですけど、じゃあセフィロトツリーどこにあんのってなった時に、いやもう分からんから一回イオンに聞こうってなったわけ。一回ダート戻ろうみたいになって、まあ、イオンにですねまだ元気そうなセフィロトツリーはどこにあるんだって聞いたわけです。するとですね、タタル渓谷ワンチャンあるでみたいな、なんか飛行布石リスト持ち去ってたわみたいなことを言われたんですね。飛行布石っていうのはあのスバルたちが乗ってる乗り物を飛ばす機械なんですけど、石をディストが持ち帰ったで、あ、石みたいになって、でもタタル渓谷にワンチャンそのセフィロトツリーがあると、じゃあタタル渓谷行きましょうか、行こうとしたらですね、急にですねアニスの両親が出てきて、アリエッタがなんかいたからなんか探してたっしょここにいると伝えといたよって、ね、急にアニスのママとパパが言い出して、えーみたいな、むしろ今アリエッタたちに追われてるの我々なんですが嘘でしょみたいなことになると、その結果どうなったかというと、アリエッタがですねやっちゃえーっつって、アリエッタの攻撃でイオンに被害が及びそうになって、それをアニスママがイオン様っつって、でこうダメージを受けてアニスママが結果的に傷ついてしまうと、で、あの民間人を傷つけてしまったのでアリエッタは捕まりましたこの女性が傷つくという事件を目の当たりにした結果、我がパーティーに何が起こったのかというと、ガイがですね全てを思い出すという、実はなんで女性恐怖症なのかみたいな、そういえばなんかパブリケに自分家が襲われた時、目の前で自分をかばってくれた姉ちゃんが切られて血まみれの中に俺転がってたんだよね、それが女性恐怖症の原因ですっていうのを思い出すっていう、これを機にですね我がパーティーではガイの女性恐怖症いじりが完全に罪となり、誰もいじらなくなりました。平和が訪れてます。その後ですね、急にですねアッシュから鬼の痛手がまた来て、ルークたちは追われる身だからどの組織においても内緒でこれをしなきゃいけないんだけど、スピノザってやつに全ての計画を立ち聞きされたのね。お散歩から帰ってきたアッシュが、あ、なんかスピノザ逃げてったよとか言って、お前逃がしてんじゃねえってなったんだけど、でスピノザをアッシュが追ってくれるっていう話だったんだけど、なんか結果的にアッシュが、あ、ごめんスピノザ取り逃したし、なんかバンにあいつ全部チクってたからお前らやべえから気をつけてな、アッシュってなったわけです。なんでもう我々のですね行動とかはですね割とバンに伝わってしまっていると。そのバンがですね結構必要に追いかけてくる、それは多分じゃあ近くを止められたらやばいことがあるんだろう、そこを立てるわけです。バンにとって都合の悪いことになるんだろう、まあ一回近くの振動数調べに行くか。スピノザがですねバンに全部チクったので、スバルたちとですね結託していたこのイグミとメグミとですねじいちゃんたちがですね、まあ一箇所に集めて保護されてるんですけど、一箇所に集まったことによって、あのまあこいつらねすげえ仲悪いんだけど、音機関こいつらに作ってもらわなきゃいけないんだけど、すげえ喧嘩してるところにイオンがちょっとあの争いやめてもろてみたいな、お前ら危ねえし、あの音機関はよ作ってもろてって言って、この平和の同士の力で二人の仲を仲良くするということがありましたね。シェリダンでイグミとメグミが和解して、ルークたちのために音機関を共同開発してくれるということになりました。ついてこれてますか。じゃあ振動数を測りにタタル渓谷に行きましょうって言ったんですけども、タタル渓谷も大変で、ミュウが飛び出したりとか、ガイが女性恐怖症を克服したりとか、ユニセロスとかユニコーンみたいなやつが襲来したりとか、スバル の, あのコントローラーが壊れたりしました。その結果ですね、まあ、タタル渓谷のセフィロトツリー君に振動数も測ったし、ジェイドが一つ解除したら全部遠隔操作できるから、ちょっとルークお前一個ずつ大地を下ろしていくとまた崩落みたいになるから、全部が連動して外郭大地が下ろせるようにプログラミングしてくれってジェイドに言われて、ルークがパワープレイでなんとかしました。一応外郭大地を下ろす準備はできた。振動数も測ったし帰るかっつって帰ってきて、おっそ振動数測ってきたわって言ったら、めぐみの人がですね、おーナイスナイスっつって、ちなみにタロタロス改造しといたねって言われて、でタロタロスで近くの方に行くらしいみたいなね、フラグが立ったので、みんなの好きなブリッジは間もなくなくなるかと思います。いよいよじゃあ近くの振動を止めに行こうと、振動するのを止めに行こうってなった時に、ハタとルークが気づくわけ。今自分たちだけで進めてるけど本当にいいんじゃない
かなみたいな、オールドランドに関わることを自分たちだけで外郭台地を下ろそうとかしたりとかしてるけど、本当にいいかな、みんなに伝えた方が良くない、自分が処刑されそうになった木村須賀に、ね、赴くわけで、ナタリアも最初はやだやだみたいな感じだったんだけど、クソエモイベントがあった結果みんなでね行くことになりました、まあ、その結果ねどうなったかというとね、もうおじ上ねナタリア大チュキーってなって、あもう戦争やめろっつったら、あやめまーすってすぐなりました。木村須賀はいたから、あとはグラン国間だなっつって、グラン国間行ってピオニーにオスオスすまん平和条約結んでくれっつったら、オッケーオッケーユリアシティ集合なーって、ね、あ分かった、じゃあユリアシティ行くわ、ユリアシティに木村須賀マルクといろんなところが集まってね平和会議を結ぼうってなったんですけど、なんとユリアシティはですね、あの飛行石飛んでいかないといけないわけ、ビストが飛行石を持ってるんですよ、だから飛べないんですよ、いや椅子ってなって、もうディストから取り返しに行くかっつって、でダートに向かったわけです。ディストが6人称だからダートにいるやろっつって、でダートに行ったらですね、いきなり紙飛行機が飛んできて、なんかディストがジェイド1名ダートに飛行すきはありません、約束の場所に来いっつって、雪国ね自分たちの故郷行ってるんですけど、ジェイドがあもう無視でいいよこれ絶対ここにあるからって、ダートを探した結果本当にダートに飛行すきがあって、ディストは今永遠に雪国で待ってます。そういうところですね、みんな分かったかな。今からスバルたちはユリアシティにね向かうんだけれども、その前にねもう一個国があるでしょ、そうケセドニア、ケセドニアの人、ケセドニアはあの中立国だから、ケセドニアにも伝えなきゃいけないよね。マルクとキムラスカは伝えた、じゃああと自治区のケセドニアに知らせに行きましょう、今からする計画をっていうところです。はい、ということでね今日は20分で済んだんでねもうめっちゃ省いたわこれマジで、これ大丈夫、え、ちょっと絵上手くなってるよね、スバルもね思うんですよ、絵が上手くなったなって、はぁ、あ、はぁ、あ、本当に本当にこのまとめるのが一番大変まである。はい、ということでですねやっていきたいと思います。え、絵上手くなってるよね、最初の絵見てほしい。